妙高高原駅は、新潟県妙高市大浅田口にある、越後ときめき鉄道、品野鉄道の駅である。当期は、スキースノーボード等のウィンターレジャーで賑わい、夏季は、豊かな緑に囲まれるリゾート地、妙高高原の玄関口となっている。また、新潟県内の鉄道駅としては最南端に、一致している。越後ときめき鉄道の妙高は馬、ラインと、 品野鉄道の北品野線の2路線が乗り入れている。2015年3月14日に北陸新幹線の長野駅金沢駅間が延伸開業したのに伴い、それまで東日本旅客鉄道が運営していた新越本線の長野駅直越駅間が並行在来線として経営分離され、長野県側がシナ鉄道、新潟県側が越後時めき鉄道へ移管され、 路線名をそれぞれ解消。当駅の施設は、越後ときめき、鉄道へ移管され、両者の境界駅となった。移管前の新越本線は当駅が JR 支社境で、伊南が長野支社、伊北が新潟支社の管轄で、新潟支社が当駅を管理していた。かつては、特急、浅間、白山などすべての優等列車が停車する主要駅であったが、特急、 実りの廃止以降、当駅を発着する定期運転の優等列車は設定されていない。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅で、単式ホーム西側に面して駅舎が所在し、両ホームは、古線橋で連絡している。ホーム、越後ときめき鉄道が管理する直営駅で、越後ときめき、 鉄道と品の鉄道の共同使用駅となっている。コンコースには、切符販売窓口、友人改札口のほか、タッチパネル式自動券売機、屋内待合室、自動販売機、コインロッカー、化粧室が設置されている。コンコース窓口には、マルス端末が配置されており、全国の JR 線の乗車券、特急券、特別企画乗車券を発売している。なお、 品野鉄道の乗車券は窓口、券売機とも北品の線の区間内各駅までの取扱いとなっている。ワンマン運転の運用方法や運用車両の相違などもあり、妙高ワネウラインと北品の線の相互間を直通運転する定期列車は設定されていない。北品の線は2番乗り場、妙高ワネウラインは3番乗り場からの発着で一部の時間帯を 覗き同一ホームで、おおむね10分以内に乗り換えが可能なダイヤが編成されている。ホームは、西側から順に、下記のように設置されている。移管前は1番線が、直越方面、3番線が、長野方面で、2番線は両方面の折り返し列車が入線していた。妙高市では当駅を、荒井駅と合わせ、2018年度着工を目標に、改修し、 内外総監修、観光案内所設置、古選橋へのエレベーター設置を計画していたが、2016年に季節の古選橋が流用できないなどで、改修費用が想定を超え、市で全額を賄えないこと、越後と決め木鉄道が改修後の施設維持費を市に求めたため中止となった。その後、妙高市では2017年度に、駅舎そばの市内に、 木造平屋建ての新施設を建設し、市観光協会が運営している観光案内所機能を移設するほか、休憩所やトイレ、コインロッカーを備えることとした。なお、市議会では、駅舎内の観光案内施設設置などについて、引き続き越後と決めき、鉄道側と協議するよう意見が出されている。2020年2月、それまで倉庫として使われていた。 駅舎内のスペースをリノベーションする形で、コワアアーキングスペースがオープンした。かつて駅構内では、駅前で土産品店を営んでいた、公明会社石田商店が調整する駅弁、妙高の笹寿司、案餅などが販売されていた。しかし鉄道利用者の減少などによって、売れ行きが落ち込み、構内営業から撤退。その後も、石田屋店内で引き続き販売されていたが、 笹寿司は2011年2月をもって調整、販売を終了し、石田屋も同年5月15日の営業をもって閉店し、廃業した。2020年度の1日平均乗車人員は176人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅前のバスターミナルに設置されたマッターホルンの金あたり駅周辺は、 スキー島のウィンターレジャーや温泉が楽しめるリゾート地となっており、内名楼や笹ヶ峰高原をはじめとする名港、都学志連山国立公園の自然を対象とした観光も盛んである。当駅は観光の玄関口となっており、駅舎向かい側には土産品店や飲食店などの商店や観光協会が南側の路地の先には温泉旅館などが所在する。駅舎正面は、 タクシー乗り場となっているが、駅前広場が凶小なため、後日のバスターミナルは駅舎北側に設けられている。妙高市市営バス、妙高めぐりに駅前にあるバス乗り場からは、妙高高原地区内の各方面へ向かう路線バスが発着している。妙高高原地区の路線バスは、1927年に開業した川中島自動車参加の妙高自動車が、 路線を開設したのが短所である。以後アルピコグループによる運行が継続されてきたが、アルピコ交通は2012年9月30日をもって、妙高営業所を閉鎖し、妙高高原地区から撤退。翌10月1日からアルピコ交通の2路線は、首木自動車グループの首南バスへ移管された。その後2016年3月31日をもって、 首南バスも笹上に直行バスを除き撤退し、妙高市市営バスが後を引き継いで運行することとなった。このほか、スキーシーズンには様々なシャトルバスが運行される。注車区出店。ありがとうございます。